どうも、キリ正解、今田です。おし、バッタモン。偽物じゃねえか。というわけでですね、今回、マズラミで、都市伝説シリーズでございます。というわけでですね、令和のミスター都市伝説、ミスター関を呼んでおります。うわうわえ、あいちゃん。いやー、ミスター関、終わった。声が出てねえぞ。今回の都市伝説は、今なお激化していると言われている、ウフ国侵攻。兵員不足に悩む、露国側が、ついに凶悪な囚人をも出兵させたのね。というわけでですね、今回そのロシアの凶悪犯について触れていきたいと思います。ロの独立報道機関アイストーリーズが伝えたところによると、プーチン大統領と関連がある民間軍事組織ワグネルがロの受刑者らを兵士に勧誘し前線に送り込んでるというのね。6ヶ月間の任務を終えて無事生還すれば保釈される上に報奨金20万ルーブル42万円が与えられるという、囚人からしたら願ってもないような手当なの。黒ひげおめえも言ってこないよ。そしてこのワグネル、わざわざ刑務所を訪問して兵士を集めているという。もうまさにフランス革命みたいだよね。そうですね、始まるぞ。革命のファンファーレ、西の秋。例えばモスクワ北東の都市ヤロスラブリでは刑務所3カ所を回ったことが判明してるのよ。ロシアの受刑者を監視する非営利組織ロ・ビハインド・バーは、ロ国内に50万人いるとされる受刑者やその家族に法的・事前的支援を行う団体なのね。この団体の設立者であるオルガ・ロマノワ氏は、ウフ国当局が公開したとある映像を目にして驚愕したというのよ。そこには下着姿のロシア兵の捕虜が映し出されていたのね。そしてその下着はロシアビハインドバーが支給したものだったのよ。カルバンクラインじゃないの？いいの、履きすぎだろ。そして受刑者であろう彼は血まみれで両手を縛られており、殴られた跡があったのよ。そしてアシュニク民間人の新兵とカシュニクロシアの受刑者がウクライナ戦に加わっていると証言していたのね。当初は対象として殺人犯と強盗だったけども、今では見境がなく人食いの殺人犯などのシリアルキラーまで採用されたケースがあるという。失敗だしたな。さらに怖いことに、1996年ロシアは欧州評議会の加盟に伴い死刑執行を停止したのよ。死刑を廃止したわけではなく一時停止なのね。さらに2009年ロシアは死刑執行停止を継続することを決め、憲法裁判所は裁判所が死刑宣告を行うことを正式に禁じており、それが現在も継続中なのよ。要するに極刑に値する連中がわんさかいてもおかしくない話なの。殺人しまくるんじゃん。頭狂ったな。同じくロシアビハインドバーの弁護士ルスラン・バハコフ氏によると、ひときわうさんくさい連中がウク国に送られている。私はつい最近コストロマで有罪となったシリアルキラーの妻と話す機会があり、彼は5年刑務所に入るはずだったがワグナーに連れて行かれたそうだと語ったのよ。そして彼の妻は離婚届を出した復讐に来るのではと怯えているという。その上刑務所内には階級があり、それを軍用に転用し、コソドロは二等兵、強盗は軍曹、将校は死刑囚という階級付けも考えられているという。おお、じゃあもう本当に革命が始まりそうってことですよね。最初長男で言った。雨すごいね。うるせえよ。そしてロシアマフィアの中には何十人も人を殺した人間がいてもおかしくないからなお恐ろしいのよ。そんな中イギリスエクスプレス紙は10月の4日にワグネル部隊を指揮していたアレクセイ・ナギンが9月20日に殺されたため、プーチン大統領が悪名高いロシアマフィアを抜擢、38件の殺人罪で2011年に終身刑となり、収監されていたマフィアのセルゲイ・ブリトンを新しい指揮官に任命したと報じたのよ。このブリトンは1990年代に幅を利かせたオレホボギャングのメンバーで悪の限りを尽くし警察に追われていたって。俺元帥になれんじゃん。凶悪犯すぎた。そして整形手術を受けギャングの抗争で死んだことにして、ロ国で自分の葬式を行って海外に逃亡。しかし2001年にスペインで武器の密輸で逮捕された後、ロで裁判を受け終身刑で収監されていた男なの。あ、じゃあもうさ、一度死んだことにして別の国で亡命したわけじゃん。どうですか、やばいよね。都市伝説みたいなことが本当に起きてるわけ。それもないですよ。うわぁ、お前だろ。しかし先月末の報道によると、ワグネルの志願兵3000人がわずか10から14日間ほどの訓練で前線に送られ、全員が戦死したとは言われてんのよ。まるでやっていることはテンプル騎士団弾圧のためにバチカンが囚人をかき集めたのと一緒なの。何もするな、チザル。ワンシーンやめろ。